おはようございます。ジレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日は寝起きです。本日夜勤の日ですね。その夜勤の日の朝に収録しておりますというわけでね、今回は、インターバル、バトルマスターの大会も無事終えたんで、ちょっとインターバルを挟みたいと思います。ではね、企画説明の方入っていきます。ソルジャーボール HP727、 力83、賢さ8、身の守り56、素早さ24、回避率1、技はね、無敵攻撃2つ。ぶっちゃけて取り立てて強いモンスターではないです。なので、どんなモンスターでも使えるってことを証明します。よっしゃ、リュウタ勝負や。どんなパーティーで組んねや。うおなんかオワコン立ってんだけどもうオワコン立ってません、これ。パッと見HP が、その HP がなんか2700ぐらいなんですよ。やってんな。勝てんのか、これ。行くぞ、それダブル。死神、マンドレイク。不安すぎる。ガッタガタの3体だぞ。パワーアップしたぞ。行きましょう。弱モンスター3体の力をお見せします。マスターダブル掴んでね、能力を上げたり、したんで、ここでどれだけ変わってるかですよ。だから今までの能力と思わない方がいいですよ。今までの初めの紹介した能力よりははるかに強いです。じゃあ行きましょう。 HP の700の差がでっかいな。700の差がでかすぎるな。うわー、何煉獄客。いやー痛そうだぞこれ。大丈夫か。身の守り、身の守りお前ら低すぎ。身の守りが50以下だもんな。みんな池死神、暗黒呪文ドルマ、行くぜー。はい、嘘やろ。マスターダブル剣の能力上げたやんけお前。行け、ソルジャーブル、ぶった切り、ほら、よし、いいよ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 。300、400当ててる。400、大体400当ててる。いいよいいよ。はい、おし、いいよ、ラッキーラッキー。いいよいいよ。それはでかい、それはマジででかいよ。大車輪、死神避けろ、回避率3、よっしゃ、ラッキーラッキー。いいよいいよ、いけ、甘い香り、
なんかしろ。よし、これかよ。やる気がなくなるのはあんま意味ないな。そう、マンドリークの甘い香りはね、三択ブレスなんだよ。甘い香りが出るか、冷たい香りが出るか、さっきのひどい香りって言うんですけど、それが出るか。いや、こっからバーバラ来るんだよ、ほら。この人バーバラ使ってくんだよ。ガチパラもん。ガチ勢だもん、こいつら。やだな。煉獄客みんなひるむんじゃない？ひるむなよ。バーバラの足に惑わされんな。バーバラの足に惑わされんな、お前ら。よし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 よいやいやいや、返せない返せない。いけ、しがみドルマー、ウォーを放つ。ちょっともう勘弁してくれって、頑張ってくれ。もうちょっと甘い香り、何か出ろ。ひどい香り。もうマンドレイク、マンドレイク頑張ってくれ、頼む頼む、頑張ってくれ。いや、ぶった切り、いや、当てろ当てろ。よしよしよし、よしよしよし、当てた当てた。うわー、でも全然主人公が強いんだ。クロスクロー、やばい、悪霊退散。クロスクロー、よけろ。おっ、ラッキーラッキー、死神やるじゃん。おお、いいよ死神。弱、マジかよ、弱すぎ。いや、ワンチャンある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 よ。次こっちがスペシャルカードで相手にダメージを与えて、こっちが先制を取れれば勝ち目が見えてきますね。これ大車輪、これ避けよう。死神やっぱ吸うね。二の丸22だからね。その分回避図、よっしゃ。その回避図は神、神かよ。いけ、暗黒でもドルマ、死神の釜を振り回し、暗黒呪文を放つドルメ。いける、いけるぞ、いけるぞ。お前らジャックモンスター3匹で強いやつらに勝つ、これがマスターダブルスキャンの力よ。やったー、勝負あり。すげえ。お前ら得意げに喜んでんだ。めっちゃ得意げに喜んでんじゃん。マジかよ。正直僕が一番驚いてる。はい、というわけで今回は短いながらもね、まさか本当にここまで刺さると思ってなかったんですけど、いやでもね、まあ本当にこの3体、先ほど言った通り、攻略のウィキとかにもあまりいいコメントないんですよ。そんな彼勝てたってすごいよね。やっぱね、モンスターマスターはどんなモンスターもね、やっぱね、マスターダブスキャンとかでね、強化することができるんで、ほんとこれがいいところでね。今のカードゲームになかなかないじゃないですか、こういうのって。なんか弱いカードとか、低レアカードをなんかうまく使うっていうシステムがあんまないじゃないですか、そういうのって。だからそれができるこのゲームは、まあ本当にいいね。はい、というわけで今回インターバルということでね、ちょっと緩い動画にしました。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。